おはようございます。速稼塾の久保です。いや、なんかね、いろいろと不安要素が増えてくると、どうしても行き着くのはお金なんですよね。お金がないことによる心理的に不安な要素とかね、それから周りの人にかける迷惑とか、いろいろと問題が起きるのは皆さんもご存知なことだと思います。そうなんですよ、結局行き着くのはお金がなくて困るってことなんですよ。これからいろんな形でですね、経済が停滞していくことが考えられます。で、自分の経済が停滞するならまだしも、固定費ってのはずっとかかってきますからね。食費もかかるし、電話代もかかるし、それから電気代もケチるわけにはいかないですよね。で、暮らすとには、暮らすにはやっぱり毎月毎月、まあ十数万なり二十数万なりかかっちゃうんですよね。ということは、それ以上の収入がなければなりませんけども、どうでしょうかね。今の状態だと、これからどんどんいろんな職場が縮小していって、営業は縮小して、仕入れができなくなって、販売しようにも、もうお金を持ってる人が少ないので、そもそも、その需要も供給も喚起できないっていう状況が起きてくるんですよ。じゃあそういう時に、どういった突破口があるかというと、私はね、二つお示ししたいと思うんですよ。一つはですね、YouTube です。私が YouTube を盛んにやってるのも、この YouTube が収入源になっているってところが一つあるわけなんですよね。で、もう一つはですね、これは FX なんですよ。で、FX というと結構難しそうに思います。で、実際に難しいです。ただですね、マーケットに左右される度合いが大きいのは、実は小売ですとかサービスでとか、サービスですとかね、多くの方がされている仕事なんですよ。これっていうのは、ちょっとした社会の風によってですね、すぐに売上減とか利益減とか、あと出社ができませんよとか、あとね、お仕事がなくなりましたんで解雇ですよってことになっちゃうんですよ。で、なんでね、 FX の方が相対的に私はお勧めできるのかというと、 FX ってどんな不況でも動いてるんですよ。ここがポイントですよ。どんなにリーマンショックだろうが動いてるわけですよ。で、今回の騒動でもね、健康騒動とか世界的な危機に際しても相場だけはずっと動いてるんですよね。ということは、この FX という相場の中からお金が毎日毎日取り出せれば、倒産しない会社に勤めてるようなもんなんですよ。で、しかもその金額っていうのは自分の思った通りにコントロールできるんですよね。今日は5000円でいいか、今日は1万にしとこう、今日は3万にしとこうって感じで、 FX の力を身につけると、そこからね、いくらでもお金が取り出せていけるんですよ。まあそういったことを私は考えるんで、今まで3年間ね、ずっと耐えてきてやってきてよかったなと思うのは、どんな時でも在宅でお金を稼ぐことができるんで、不安要素がなくなるってことなんですよね。もちろん FX の力をずっとね、使っていけるかどうかっていう、そういう不安要素があったりとか、いつか資金をドーンとなくしちゃうんじゃないかなっていう、その不安要素はありますんで、リスクヘッジはしないといけないと思いますけども、ただ毎日のように出勤して、毎日のように何かね、怯えながら、上司の顔色を伺いながら、そしてお客さんが本当にどこで見つかるんだろうかっていうね、で、仕事はいつまであるんだろうかとか、この体力がいつまで持つんだろうか、そして今回みたいな世界的な危機に陥った時に、本当に自分の会社なんてのは続くんだろうか、大丈夫なんだろうか、仕入れはできるんだろうか、ね、取引先はあるんだろうかってことを考えていく時ね、やっぱり FX よりはちょっと厳しいんじゃないかなってところがあります。ただですね、おはようございます、大内さん。FX の力。はい。そうは言ってもね、FX ってのは実体経済がなければ、やっぱり動かないわけなんですよ。ただ実体経済がゼロになることはないんですよね。で、FX がなんでいいかっていうと、実体経済をやっぱりすごく増幅したものが FX なんですよ。で、金融市場っていうのは実体経済の数十倍から数百倍あるって言われるんですよね。例えば、原油の先物取引っていうのがあります。実際の原油がやり取りされているその数倍のね、量で、金融先物っていうのはやり取りされてるんですよ。ですからそこから利益を抜く方が、ちょっとね、すごくね、本末転倒のような私は気がするんですけども、実際に小売りをして得る利益よりも、バーチャルで金融を使ってる利益の方が大きかったりするんですよね。で、あとはね、もうこれはどちらを取るかって問題なんですけども、今まで通りの仕事を続けるのか、FX のいわゆるレバレッジってものにね、かけてみるのかってところ、この入り口は全然違うと思うんですよ。で、今、なかなか外出とかがね、できなくなってきますし、いろんな集会とかができないんで、会場を借りてる方とか、会場を貸してる方も、なかなか賃料が入ってこなくて困ると思うんですよ。で、集まることがなければ、交通公共機関も、やっぱりそれなりに売り上げが落ちると思います。空港、飛行機とかね、船とかね、それから JR、電車とかね。こういったものもどんどん株価が落ちていくんではないかなと。要するに人の流通がないわけですから、それはね、新幹線だってチケットが売れないですよね。野球やったって、昨日カープのなんか前売り券かなんかありましたけども、混雑してないわけですよ。
で、本当に整然とチケットが買えるみたいなのは、いい報道されてましたけども、逆に言うとあんまり売れてないですよってことなんですよね。で、そういう時に、普段と変わらない自宅から取引をしてお金を得る FX っていう方法は、私は手に入れておくことが、これからは本当に重要になってくると思いますね。本日の放送はそんな感じでね、FX を手に入れておくと、本当にどれだけ素晴らしいかっていうことなんですよね。ただ、片方では FX でお金を失う方もいるんで、FX でみんなが勝てるわけではないっていうのは、これは正しいことだと思いますんで、それは忘れないようにしていきたいと思いますね。リスクヘッジをして、きちんと FX 市場を学んで、そして正確に勝てる力を身につけていく。それが、これから求められていくビジネスの形なんではないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。ご安全に。